ずにソラがいなくなるなんて。そうだね、レミューに一番詳しいのはソラなんだから。え、あ、うん了解。ピピは？眩しい。調べてたの。何を？このエレベーターを。愛のこと？そう。それを調べるのにこんなでっかい荷物が必要なの？うん、これは後で必要になってくるの。今はただエレベーターの状態を見てただけ。ちゃんと動くかどうか、扉は手動で開くのかどうか。ふん、それでどうだったの？エレベーターは動きそう？多分ね。3階に降りようと思って。3階に？だったらいつも通り非常階段を使えばいいんじゃないの？あの階段じゃ行けないから。え？発電室には行けないの。発電室？
だって不便でしょ、このまま明かりがつかなかったら。ん？修理するのよ。停電の原因は多分発電機にあると思うの。ああ、なるほどね。だからこんなでっかい荷物が必要なんだ。そう。ふーん、そっかそっか、納得。それじゃあ、行ってくるから。たけし、ちょっと付き合ってくれない？何？昨日見たレミューのマップ覚えてない？3階のマップはエリアが2つに分断されている。思い出した？じゃあその2つのエリアの間には何があった？そう、ということは？だから？だとしたら？手伝ってくれるでしょ？きっと無駄だと思う。空を探したって無駄だと思う。停電してるんだから。制御室のコンピューターは完全に使い物にならない。たとえ空がいたところでレミとコンタクトを取ることはできないの。今はとりあえず発電機を見に行くことぐらいしか私たちにできることはないでしょ。ねえ、どうするの？付き合ってくれるわね、たけし。あなたのことがどうしても必要なの。